ね、レコード情報もいきます。これね、つい何日か前に50周年記念で映画再制作というかね、映画制作が決まったベルサイユのバラの当時のレコード、いいですね。主題歌がめちゃめちゃいいんですよね。今聴いてもたまらないっていうね。裏はね、この誰だろうな、アンナさん、アンナさんとアンドレ役がこの方ですね。当時の宝塚のね、トップスターのその時のレコードなんだね。いいですね、池田先生の絵そのままです。こちらはね、アニメ版のレコードになってて、キティレコードから出てます。1980円。これも状態がいいですね。板のところがこう見えないもん、懐かしいです。オスカル、アンドレ、フェルゼンね、マリー・アントワネット、当時のね、そうね、幼稚園生から高校生までの女子はもうみんな見てたと思うんですよね。私もベルバラごっこしてました。なかなかね、オスカルの役はね、回ってこなくて、丘の上の伯爵夫人役とかね、そういうのがあのモブキャラですね、配役で幼稚園の頃役をやっておりました。以上、ベルバラ情報でした。